うつ病や新型うつという言葉をよく聞くようになったのは、産業分野にてうつ病による休職が増加したことも背景にあるのでしょう。そしてうつ病による休職が増加した背景には、ブラック企業による過度な生産性へのプレッシャーや過重労働があると思います。一方で社員側の要因としては、傷つきやすかったり、ちょっとしたことですぐに切れてしまったり、諦めてしまったりという要因があると思います。会社側からうつ病や新型うつという産業分野のメンタルヘルスに切り込む本は数多くありますが、社員側からこの話を取り上げる本というのは多くはないでしょう。筆者は臨床心理士として様々な分野で仕事をしてきた経験から、一人一人がずぶとく生きていけば、産業分野におけるメンタルヘルスの状況も改善していくのではないかと、なんとなくですが思ってきました。この本では、人生をちょっとやそっと傷ついたとしても、日常生活や家庭を崩さず、ずぶとく生きていける概念を説明した本です。例えば、仕事のミスが続き、落ち込んでプライベートが楽しくなくなってしまったり、時には退職や死すらも考える人がいるなら、ぜひ読んでほしいと思っています。もちろん仕事についてだけ書いてあるわけではないのです。恋人に振られるのが怖くて、しょうがない人や、対人関係に不安を抱えている人などが読んでも、十分参考になるように書かれています。ずぶとく生きるコツを一緒に掴んでいきましょう。なお、本書に出てくる事例は、専門書をもとに筆者が作り上げたフィクションの事例です。体が強い、心が強い。体が強いという言葉は、日常でよく使う言葉であり、比較的イメージもしやすいかと思います。小学校の時は、健康優良児という名前で表彰もされていましたから、体が強いというのは健康ということなんだなということは、小学生もなんとなくわかる概念ということですね。筆者も生まれてから風邪一つひいたことがなかったのですが、去年初めてインフルエンザにかかってしまいました。しかし、未だに自分は体が強いと信じて疑いません。それでは、心が強いというのは一体どういうことなのでしょうか。この言葉の対義語として、心が弱いという言葉も使われますね。心が弱いと聞くと、皆さんどんなイメージを想像するでしょうか。一般的には、ちょっとしたことですぐに傷つき、それを長い間気にしてしまい、日常生活にも影響を及ぼす状態を想像するのではないでしょうか。このことからもわかるように、心が強いというのは、実は体が強いとは違い、精神疾患にかかりにくいということではないのです。心が強いとは、傷つきにくく、何かあっても、日常生活に影響を及ぼさない状態が、心が強いというのです。傷つくとは何が傷ついているのか。私たちは、日常生活で傷ついた、という言葉を使いますが、傷つくとは一体何が傷ついているのでしょうか。もちろん、心が傷ついているのですが、心というのは実在しないものなので、自分の中の何かの機能が傷ついているのです。自分というのは一体何なのでしょうか。例えば、自分を産んでくれた母親の中にも、自分のイメージというものが存在しますよね。そして、父親にも、友人にも、先生にも、嫌いな人にも、あなたに対してのイメージがあるはずです。これは、他人だけにあるものでなく、自分の中にも、自分のイメージというものがあるのです。これを自己像というのですが、心が傷つくというのは、自己像が傷つくということなのです。例えば、あなたは誰かからもう少し痩せた方が良いよと言われたとしましょう。この時、あなたの中の自己像は、そこまで太っていない自分から他人の働きかけによって、少し太っている自分に変更をかけられるのです。このネガティブな方向に変更をかけられそうな働きかけこそが傷つきと言えるのです。もう少し痩せなよと言われて、ものすごく怒ったりする場合は、傷つきに対して必死に抵抗している姿だとも言えることでしょう。ポジティブ心理学。心理学は、従来精神病理や問題行動に焦点を当て、それをどのように修正していくのかという研究が圧倒的に多かったのです。それは、臨床心理士をはじめとした心理士たちが、予防医学や余暇活動などを行う産業にほとんどいないことからもわかると思います。臨床心理学をはじめとした心理学は、ネガティブなものを直したり、修正したりすることに用いられており、長所を伸ばしたり、より良い生き方をするには、どのようにすれば良いのかということには、用いられなかったのです。そこで、セリグマンという、巧妙な心理学者が、心理学の知見は、もっとポジティブなことに使っても良いのではないかという提案をして、主に人間のポジティブなことに役立つ、心理学を研究する、ポジティブ心理学会というのが設立されたのです。ポジティブ心理学では、ピークエンドの法則という、人の不快な状況や幸福な状態の認知の仕方を解き明かした法則や、後ほど説明する、レジリエンスという概念が発表されています。比較的新しい学問ではありますが、全世界が今注目している学問の一つなのです。現に、この日本でも、ポジティブ心理学を研究背景にした論文は、数多く発表されています。
レジリエンス。ポジティブ心理学の重要な概念の一つに、レジリエンスというものがあります。ストレスという言葉は聞いたことがあるでしょうか？これは外部の要因によって、心の平衡状態や体の平衡状態が歪められてしまった状態を指す言葉です。しかし、一方でホメオスタシスという考え方があり、何か歪められてしまったものは、歪められてしまったそのもの自身に、元に戻ろうとする力が働くだろうという考え方もあるのです。この歪められてしまったもの自身に内在する反発する力のことを、レジリエンスと呼んでいます。現在では極度の不利な状況に直面しても正常な平衡状態を維持することができる能力という定義が用いられることが多いです。わかりやすく言うと、少し太ってますねと言われすごく傷ついたが、あまり気にしないようにして痩せている自分を維持したり、ダイエットして痩せている自分に再度変更をかけ直せることがレジリエンスと言えます。一般的にはレジリエンスが高いとストレス耐性も高く、日常生活を維持しやすいのです。PTSD 心的外傷後、ストレス障害については、かなり具体的な研究があります。PTSD にかかるような、心的外傷を受ける人は結構いるのですが、その心的外傷を受けた人全員が、PTSD を発症するのかというと、必ずしもそういうわけではないのです。つまり、同じような状況であっても、PTSD を発症する人と発症しない人がいるというのです。ある研究によれば、この PTSD を発症するか、発症しないかの差こそが、レジリエンスの差であるとされているのです。それでは、どのようにすれば、レジリエンスを高めることができるのでしょうか？それは、レジリエンスの構成因子というものがあり、それを得たり、高めたりすることができれば、レジリエンスを強化することができるとされています。レジリエンス因子。レジリエンスの構成因子以下、レジリエンス因子というのは、大きく2つに分けることができて、一つは環境要因、もう一方は個人内要因と呼ばれています。環境要因とは、まさしくその人が生まれ育ってきた環境や、現在生活を行っている環境のことであり、具体的な環境要因としては、子供の時の養育環境は、適当であったかや、医療や教育のサービスを受けることはできたか、や、情緒的な交流を行えるだけの人材はいたのかなどが、環境要因となっています。個人内要因としては、きちんとした自尊心が育っているのか、や未来に明るい希望が持てているのか、安定した人間関係を送るだけの力が備わっているのかなどの項目が、それに当たります。このように、いろいろな要因が複数絡まりあって、レジリエンスは形成されていくのです。レジリエンスを育てるためには、このレジリエンス要因を一つ一つ高めていくことが必要になってきます。その中でも、今からでもしっかりと獲得することができるものと、今からではどうしようもないものの二つに分かれてくるのです。特に、環境要因などは自分の力だけでは変化させることが非常に難しいので、いくつかの個人内要因について説明をしていきましょう。自尊心。自尊心という言葉を耳にすることは多いのですが、一体これがどういうものなのか、きちんと説明しろと言われると、言葉に詰まってしまう概念の一つですね。漢字で書くと、自分を尊ぶ心と書いて自尊心ですから、字だけで判断すると、謙虚が美徳とされる日本人の感覚とは合わないところがあるのかもしれませんね。しかし、レジリエンスにおいて、自尊心は非常に重要な概念の一つです。自尊心が育たないと、レジリエンスも育っていかないのです。それでは、一体自尊心とは何であって、どのようにしたら育っていくのでしょうか。尊厳という言葉は、自分を大切にし、相手も大切にすることなのですが、この自分を大切にするということが、自尊心という言葉とも言えるかもしれません。人を攻撃する人は、非常にわかりやすいのですが、自分を攻撃する人というのは、パッと見ではわかりません。それゆえに、自尊心が育っていない人というのはわかりにくいのです。攻撃というと、暴力的な言葉や身体的な攻撃を想像してしまいますが、それだけが攻撃ではありません。落胆や期待外れも攻撃に含まれるのです。そう考えると、自分自身に落胆や期待外れを感じる人は多いのではないでしょうか。たとえ何かを失敗しても反省し、次はもう少し上手にやろうと前向きになればいいのですが、自分はこんなこともできないのかと落胆してしまうと、それは自分の攻撃になってしまいます。自尊心を育んでいくためには、まず自分自身が落胆することなく、精一杯やったならば、精一杯やった。準備不足だったら、準備が足りなかった。と、素直に感じていくことが重要なのです。自分自身を評価しないことこそが、自尊心の強化につながると言えるでしょう。肯定的な未来思考。過去のことばかり考えてしまう人と、未来のことばかり考えてしまう人というのは、結構な頻度でいらっしゃいます。ネガティブな過去ばかり考えてしまう人は、コンプレックスを多く抱えていると言えますし、ネガティブな未来に気を取られてしまう人は、不安が強い人と言えます。
逆にポジティブな過去を回想することができると、今までの人生を肯定的に捉え直すことができるということで、老年期領域などでは回想法という心理療法があるくらいです。それと同じように、ポジティブな未来を思い描くことができるならば、それはレジリエンスにつながってくるのです。受験を例にしてみましょう。あの大学に落ちたらどうしようと考えるのは不安にしかなりませんが、あの大学に受かるように一生懸命勉強しようと考えることができるのであれば、日常生活を肯定的な方向で維持することができ、レジリエンスにつながってくるのです。安定した愛着。人間関係というのも人生において大きな意味を持つ要因の一つです。愛着とは、特定の人と情緒的な関係を築く能力のことです。わかりやすく言うのならば、人と親密になる力のことです。愛着が不安定だと、特定の人と親密な関係を築くことが非常に困難になってくるので、対人関係上のトラブルなどが頻発することになります。トラブルが多くなると、人から攻撃される機会も増えてくるでしょうし、自分自身で自分を攻撃してしまう機会も増えてくるでしょう。そうすると自尊心も落ちてきて、レジリエンスが育ちにくくなってしまうのです。しかし、一度獲得された愛着というのはなかなか変化しづらいものでもあります。不安定な愛着を持っている人は、自分の元から人が離れていったらどうしようという見捨てられ、不安と良いか悪いの2つしかない01思考というのが特徴です。もしこのような考えをする癖があるのならば、心理相談室などで心理師と一緒に考えてみるのも悪くないかもしれません。後書き。心が弱いという言葉を聞くことが最近多くなってきましたが、その度にこの人はどのようなことを指して心が弱いと言っているのだろうと疑問符を抱くことは少なくありません。また言葉だけが先走りしてしまい、言われている方もなんとなく自分は心が弱いのかと思いがちです。実際問題、適当に使ってたりすることも多いのですが、もしあまりにも自分が心が弱いなぁと思うのであれば、ぜひレジリエンスに関する専門書を読んでほしいと思います。レジリエンスを育てることができれば、きっと心が弱いなぁと思う状況は少なくなるはずですよ。